のエンゼルスタジアムでの公式戦、かつての同僚たちが語る大谷の存在、ドジャース62エンゼルス、日時間4日、アナハイムドジャースへ移籍してもエンゼルス9にとって、大谷翔平投手の存在は特別だった。3日、日時間4日、エンゼルスタジアムで行われたフリーウェイシリーズは、大谷にとって移籍後初となるアナハイムでの公式戦。試合前には同僚が再会を喜んだ。慣れ親しんだクラブハウスのにはエンゼルス時代の大谷のプレーが映し出されていた。入って右側中央にある柱の手前だった大谷のロッカーはミゲル・サノ内野手がディエフェとなり、現在は31歳の内野手ジャック・ロペスが引き継いでいた。窮屈なクラブハウスで広報が久しぶり、みんながいなくて寂しいよと冗談交じりに非メディアに声をかけた。大谷は2018年から6年間で2度の満票 MVP、 史上初のダブル規定塁打王など二刀流として数々の偉業を成し遂げてきた。この日 44,731 人が詰めかけたエンゼルスタジアムには赤い17のユニフォームを着たファンの姿もあった。チームメイトも再会を喜んだ。かつてロッカーが隣で仲も良かったパトリック・サンドバル投手は、非メディアがベストフレンド、大谷が来ているよ、と問いかけると、ベストフレンド？ベストエネミー、天敵かもね、とジョーク。自身は6月にドジャースタジアムで行われた同カードで、大谷との対戦直後に左腕を痛め降板。重度の屈筋断裂と内側側副靭帯を損傷し、手術を受けて今季終了となっていた。天敵と言いつつも、大谷の存在には感謝を示す。肘の手術後には経過についてメールで相談をしたという。とても役に立ったよ。私の近くにいてよかった。移籍後も親身になってくれる先輩だった。ウォードは今でも大谷の結果を逐一チェック。一番の思い出はスマイルかな。テイラー・ウォード外野手は移籍した今でも大谷のニュースを常にチェックしているという。追わないことは難しい。彼の活躍をハイライトで見ているよと嬉しそうに話し、クールと連呼。50から50を達成してくれると思うし、世界で最高の野球選手と技術を絶賛したが、一番の思い出は彼のスマイルかな。自らも笑顔で明かした。ジョー・アデル外野手も特別な選手と敬意を示す。打者1000人の今季はここまで46盗塁をマーク。野球 IQ の高さの表れだよ。盗塁は運動能力だけではできない。彼ができないことはそんなにない。客を集めるのは当然だよねと絶賛。今年もまたかなり並外れているねと笑った。エンゼルスはここまで57勝81敗でナ・リーグ西地区最下位に沈んでいる。ドジャースに敗れたことで9年連続で勝率5割以下が決定。厳しい戦いを強いられている。それでも大谷が抜けたチームではザックネと内野手やローガンをハッピー捕手らが台頭。アデルも若いチームだから今後も良くなることを目指していると大谷が残していったものは若手に引き継がれていた。河村コタ、古代河村、